オフ。オフとは、オーバーヘッドバルブ。オーバーヘッドバルブの略語で、4ストローク期間の吸排気弁機構の形式の一つ。バルブ機構を、シリンダーヘッド状に備えた形式を言う。日本語では、頭上弁式と表記される。カムシャフトを、シリンダーヘッドに備えた、サイチェシーや、DOHC も、吸排気弁を、シリンダーヘッドの上部に持つため、抗議には、 通常弁式に含まれるが、一般的に、オフとは、シリンダーヘッドにカムシャフトを持たないものを指し、サイチェシーと DOHC を除いたものを呼ぶ。カムシャフトが、シリンダーブロック側に位置し、プッシュロットと呼ばれる長い棒を介して、ロッカーアームを押し上げ、バルブを開閉させる。したがって、プッシュロットエンジンと呼ばれることもある。最初のオフエンジンは、 スコットランド系アメリカ人であるデビット・ダンバー、ビュイックにより開発された。それ以前には、サイドバルブ、イカ SV やスライドバルブが用いられていた。SV に対して、オフが有利なのは、バルブ開口部をシリンダーボア内に配置することで、燃焼室を小さくできる点である。これによりオフは、SV に比べて燃焼室の表面積が小さくなった、ことで、 ヘッドへ逃げる熱が少なくなり、さらに、ノッキングを起こしにくい燃焼室形状にしやすく、圧縮比も高く取れるため、一段と熱効率と出力を向上させることが可能となった。SV 方式からの移行機には、吸気弁がオフ、排気弁が SV というも存在した。e o、A、エンジンは、ウィリス時代のジープや、ハーレーダビッドソンなどにも見られ、米国などでは、F ヘッド、 日本では F 等式と通称される。自動車やオートバイではオフの登場によって廃れたが、汎用石油発動機ではその後も多く見られた。また逆に、吸気弁が SV、排気弁がオフというエオイエンジンも存在した。SV のオフ化は、吸排気ポートと同弁機構を持つヘッドに交換し、サイドバルブが通っていた部分にプッシュロッドを通すことで、 シリンダーヘッドのバルブを駆動させることで可能となるため、初期のオフエンジンには SV エンジンをベースにしたものも見られた。このように構造上は比較的容易にオフ化することもできることから SV をオフ化するキットなども存在する。長いプッシュロットではその完成質量と熱膨張による寸法変化及び駆動時の弾性変形が問題となるため、 カムシャフトを高い位置に配置して、プッシュロッタを短くしたハイカムシャフト方式と呼ばれるものもある。この場合、カムシャフトはローラーチェーンなどを用いて駆動され、同弁系の往復完成重量は、サイチェシーと比べさほど大きくならず、また、ヘッド直上にカムシャフトがないため DOHC 同様のセンタープラグと理想的弁配置が取れる利点がある。オフは、 往復運動する部品が多く、特に、プッシュロットの重量が高回転時のポペットバルブの追従性を悪化させる、バルブジャンプや往復運動機構の共振によるバルブサージングが発生しやすく、エンジンの許容回転数を上げることが難しい。しかし、飛行機や船舶で使われる、レシプロエンジンではプロペーラを定められた、回転数よりも高速に回転させる必要がない上、 耐久性と信頼性に優れるため、オフは多用されている。これは乗用回転域が低いディーゼルエンジンにも当てはまる。ただし自動車用、ディーゼルエンジンのうち、小型のものは、ガソリンエンジンとの設計の共通化が進み、部品点数の削減や軽量化の面でも、OHC が有利とされ、オフは淘汰された。トラックバス用の中排気量、及び大排気量のエンジンに残ったオフの中には、 厳しさを増す自動車排出ガス規制に対応するため、オフ機構のまま4バルブ化されたものもある。日本では1960年代から1980年代に製造された乗用車によく採用された。二輪車ではスーパーカブも1958年、昭和33年の発売開始時ではオフであったが、1964年、昭和39年の モデルチェンジでサイチェシーに変更されている。同一車種に複数のグレードを設定する場合、上位グレードにはサイチェシーエンジン、もしくは DOHC エンジンを、下位グレードにオフエンジンを採用し、差別化を図ることも少なくなかった。代表的な車種は、トヨタコロナ、トヨタカリーナ、トヨタカローラ、スプリンター、トヨタセリカ、マツダファミリア、マツダキャロル、イスズベレット、イスズフローリアン、 日産、サニー、日産、バイオレット、オースター、三菱、ランサー、三菱、ギャランクーペフと、ダイハチシャルマンなど。これらの車種で、モデルチェンジを行って存続したものは1980年代に、入って、オフの採用をやめた。1990年代以降の日本製の日本、国内向け小型自動車用、ガソリンエンジンに限定すると、 トヨタの LPG 車を含む一部の商用車を除き、オフエンジンはほとんど採用されなくなり、現在は、ポペットバルブを持たない、ロータリーエンジンを除いては、すべてサイチェ C エンジン、もしくは DOHC エンジンに置き換えられた。唯一の例外が水平対向エンジンで、エンジン両脇にシリンダーヘッドを持つ構造から、長らく OHC 化は、かえって非効率、寸法、重量増加代、 整備性イニシャルコスト悪化とされていた。スバル・レオーネは、当時の富士重工業、現、スバルのフラグシップ車という位置づけでありながら、長らくオフであり、1984年、昭和59年になって、ようやく OHC、最チェシ C 化した。ただし、それも 1800cc エンジンのみで、1600cc エンジンは据え置かれた。 その後1989年まで同一車種に混在するというバルブ駆動形式だけ見るならば他社に一段以上遅れた状況を展開してた。プッシュロットやロッカーアームの音が心地よいこととオーバーホールやリビルドがしやすく、特に二輪車や汎用ディーゼルを含む汎用オフ、エンジン全般ではタイミングチェーンがなく整備しやすいのが長所であることから、 趣味の世界では依然としてオフの人気は高い。モータースポーツではカーボンコンポジットのプッシュロットも登場している。また、アメリカンモータースポーツの代表格といえるナスカーにおいては原則として参加する車のエンジンがオフに限定されているため、トヨタタンドラのように市販車では DOHC エンジンを搭載している車がわざわざオフにエンジンを乾燥して参加しているレーボーは インディ500においては、1994年に、ペンスキーが3400クコハフターボのメルセデスエンジンで優勝を飾っている。当時フォードコスは s DFS エンジンなどに押され、旧式化していたビューイックエンジンの救済のために、存在したオフ優遇規定に乗っ取る形でイルモアの手により、作られた、このエンジンは、最高回転数1万 RPM 以上で1000馬力を、 超える出力を発揮するオフエンジンとなった。オフエンジンは低出力というイメージがあるが、競技用エンジンとしては、ナスカーで用いられている、自然吸気のエンジンが800馬力、運路のトップフューエルクラスで用いられている、下級エンジンが8500から1万馬力と非常に高い出力を発生させている。また、アメリカではコストダウンの波に押されて徐々に減りつつあるが、 依然として、オフエンジン搭載者が多く存在する。その一例として、シボレーエコルベットには、1980年代末期に、ZR-1 と呼ばれる DOHC 搭載モデルが存在したが、現行モデルでは DOHC を廃止すべて、オフエンジンとなっている。これは、シリンダーヘッドの部分が複雑で大型になるため、重量が大きく、シリンダーヘッドの重心が高くなりやすい。 DOHC エンジンに対し、オフには、それがないというメリットがあり、重心を低くすることで、運動性能を高めるという設計意図による。特に V 型エンジンや、水平対向エンジンなどにおいては DOHC では4本、サイチェシーでは2本のカムシャフトが必要となるがオフで、あれば1で済むため、それによるメリットは大きい。また DOHC のように回転数で馬力を稼ぐ。 エンジンではなく、低回転だが、大トルクによって馬力を稼ぐエンジンが、コルベットのアイデンティティであるという考え方による。またクライスラーは、半球系の燃焼室に由来するヘミエンジンを21世紀に復活させた。これには、数ある自動車メーカーの中で、自社のアイデンティティを全面に打ち出し、差別化を図る狙いがある。現代の DOHC エンジンにおいては、 位相変化タイプの可変バルブタイミング機構は一般的となっているが、一本のカムシャフトで吸排気バルブを駆動する関係上、オフでは吸気とともに排気の位相も変化するため、オーバーラップ量変化による効果は得られない。このためオフでの採用は遅れたが、オーバーラップ量が変化せずとも、負荷や回転数に合わせ、バルブタイミングを最適化することで一定の効果が得られるため、 ヘミなどの大排気量、オフエンジンにも、可変バルブタイミング機構が採用されるようになっている。またマッスルカーなど古いオフ車に後付けする、ホットロッド向けのアフターパーツも存在する。欧州でも、ベントレーのオフエンジンに、可変バルブタイミング機構を採用している例がある。さらに近年では、ダッチバイパーが二重構造の中空カムシャフトを用いる、ことで、排気のみ、 位相変化をさせる機構を採用している。バイパーでは排気のみの位相変化としているが、機構上は吸気のみ、位相変化、さらには、吸排気それぞれの位相変化も可能であり、可変バルブタイミング機構に関しての DOHC との差は、ある程度現実いると言える。アメリカやイギリス、オーストラリアなどでは、オフエンジンのプライベートチューンも盛んで、 日本では1990年代の少年ピ型タエンジンからようやく採用が始まったローラーロッカーアームが比較的早い時期からチューニングパーツとして販売されていた。オフエンジンのカムとリフター、タペットの間には高荷重がかかり滑り摩擦となるフラットタペットなどでは極圧条件となるためエンジンオイルにはある程度の耐摩耗性が求められる。 近年の新しい企画のエンジンオイルでは、大麻盲性が不足するケースもあるとされ、特にバルブスプリングレートを強化している場合はさらに高い、荷重がかかるため注意が必要となる。海外では、フラットタペットオフエンジン向けに、大麻盲性を強化したエンジンオイルが設定されていることもある。またローラーロッカーアームなどと同様に摩擦と摩耗を低減するために、ローラーフターしようとするチューニングも、 一般的に行われている。オートバイにおいては、ハーレー・ダビッドソンが1936年のナックルヘッドエンジン以来、伝統的にオフ形式の空冷、V 型2気筒エンジンを搭載し続けていることが広く知られている。ハーレーのエンジンは、典型的な低回転コートルク型の設計で、当時の競合他社の車両もおおむね、ハーレーと同様の状況であった。 ホンダは1977年にオフながら4バルブを採用した V 型2気筒エンジンを搭載したホンダ GL400-500 を市販した。これはキャブレターを内側に追い込んでライダーの膝元に余裕を持たせ、かつ急排気を直線化するためにシリンダー方向をねじる目的で相手オフを採用し、ツイステッドオフと称している。このエンジンは最高出力を 9000rpm で発生し、 1> 約1万 rpm まで回った。高回転志向でないクルーザー型オートバイでは、近年では、ハーレー・ダビットン社の他に、ヤマハ発動機、川崎も、V 型二気筒エンジンを限界まで大型化するに、当たってエンジン高を抑えるために、オフを採用している。また、ホンダからは、整備事情が悪い東南アジア、南米諸国向けに、オフ 125cc エンジンを搭載した。 CG125 や XR125 リットルが現在でも販売されている。なお鈴木も2003年から2007年にかけて製造販売したちょい乗りに専用設計のオフ50、CC エンジンを採用していた。航空機用、レシプロエンジンに求められる性能は中引く回転数域での高いトルクである。これはプロペラにおいては、 先端が音速に達すると衝撃波による効率低下が発生するため、エンジンの回転をプロペラに伝える際に変速機を用いて回転数を一定以下に下げる必要があるからである。当然ながら、エンジン回転数が高いと変速機もより大掛かりなものとなり、効率が悪い。したがって、前述された高速回転域における問題は発生し得ない。また、 空冷エンジンではシリンダーが直列に配置されることは稀で、特に星型エンジンの場合は OHC によるバルブドは、気筒の数と同数のカムシャフトと、その駆動系統を配することになるため、設計として現実的でない。オフは、同じ排気量の最小 C エンジンと比べて構造が単純なため整備しやすく、とはいえ優位ほどではないが、軽量、コンパクトという利点があり、 四ストロークエンジンによる自家発電機、ポンプ、農耕用等の汎用エンジンといった自動車以外の用途では主役の座を維持している。しかし、一方で汎用エンジン大手のホンダ技研工業は二千三年に従来の同社のオフエンジンにより軽量コンパトな最チェシーエンジン g x 三十五、排気量三十五点八 c c 主に一インチエンジンポンプ、動力散布機、 仮払い企業を発表し、続いて2005年にもサイチェシーのイグックス440、排気量 438cc を発表するなど、同弁機をオフからサイチェシーに置き換えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。